柳田二次地公民館柳屋は、鹿児島県鹿屋市鯨町上小原にある集落。約300人が居住。通称や値段。サツマイモや焼酎といった加工品、土着金や手打ちそばなどの販売により、集落独自の財源を築いた。このことから、地域活性化の一例として、全国的に注目されている。鹿屋市東部、鯨町上小原の南東に位置する。 標高は約20から35メートル。肝付平野に位置し、大部分を白洲大地の笠野原大地が占める。集落中心部には肝付川支流の柳谷川が流れる。1998年に東京ドームで一郎の試合を観戦するのを目標として、急行畑を高校生と共にサツマイモ畑に変えたことから、現在の屋根団が始まる。 この時の収益は33万円で、東京ドームではなく福岡ドームで試合を観戦した。この後、サツマイモの栽培は、集落層での事業と発展していく。当初は、澱粉用として出荷していたが、2003年からは、焼酎、屋根団として加工することにより、収入が増加。2006年は、余剰金が498万円となり、 全世帯に1万円のボーナスが出るまでになった。2000年には地域の子供向けに寺小屋を開設している。出店は現地の柳谷人口予想より。2007年は U ターン現象や工術の迎賓館事業の効果により増加に転じた。高齢化率は3割を超える。農業、特に畜産が中心。糞尿の匂いは土着菌により打ち消される。 田谷集落内には優先放送設備があり、1988年から午前6時30分に集落放送が流されている。父の日、母の日、敬老の日には出身者からのメッセージが放送される。地上波放送は、鹿児島県内の放送局に加え、宮崎県内の放送局の視聴も可能。携帯電話は、 NTT ドコモ AU ソフトバンクモバイルは利用できる。PHS の利用は不可能。ギャラリーや値段芸品館は集落内の空き家を修復した施設。高齢化に伴う空き家率の上昇への対策として2006年から事業が開始された。日本各地から移住した芸術家が居住している。芸術家の作品は閉店したスーパーマーケットを改装した。 ギャラリーや値段などで展示されている。ありがとうございます。